松尾陽子は愛知県出身の日本のクラシック音楽の指揮者。愛知県名古屋市生まれ。愛知県立名和高等学校普通科、お茶の水女子大学教育学部音楽科を経て、東京芸術大学指揮科に入学。渡辺明を小林健一郎に指示して指揮を学ぶ。1979年卒業、大学院に進む。1981年フランス留学。 パリのエコールノルマル音楽院指揮科でピエール・デル・ボーに指示。1982年ブザンソン国際指揮者コンクールで女性として史上初小沢誠二に次いで日本人二人目の優勝一躍注目を集めた。同年帰国、デビュー、東海テレビ賞受賞、東京芸術大学指揮科講師。1983年若い目のコンサートで NHK 公共楽団を指揮。以後、東京公共楽団、読売日本公共楽団、新日本フィルハーモニー公共楽団などを指揮、ボン女性芸術賞受賞。1999年セントラル愛知、公共楽団上任指揮者。2000年名古屋農学堂で、ドンジョバン番名、茂山線の上演室により指揮、都市文化奨励賞を受賞。 2017年愛知県芸術文化戦賞を受賞女性が唱団マドンナ、柿津畑ディレクター、アンサンブルフォルテ指揮者。ありがとうございます。